大田市三瓶山のふもとにある人気のグランピング施設グランスケープ。大手自動車メーカートヨタ自動車の関連会社が手掛ける人気のアウトドアスポットです。おととい、ここで行われた夜のイベント、舞台の脇には4台の電気自動車とハイブリッド車、スタッフが何やら設定しプラグをつなぐと舞台がライトアップされました。さらにスピーカーに、舞台の前に並べられたこたつにも自動車から電源が供給されます。そして始まったのが石見神楽です。新たな魅力を加えようと企画されました。電源はすべて自動車から供給し、環境に配慮したエコな神楽です。自然と最新技術の融合で国立公園であるこの地において環境に優しい運営を心がけております。この素晴らしい三瓶山をバックにした伝統芸能の石見神楽上演を企画いたしました。このイベントには今後のインバウンド需要拡大を見込んで、カナダやチリ、台湾などから12名の外国人が招かれました。グランピングも初めてですし、これ見るのも初めてですので、すごく良かったです。日本に来てから20年ぐらい経ったんですけど、海天堂のものを初めて見ました。台湾の友達にも紹介したいですね。地元としても今後の展開に期待します。外国の方も国内の方もたくさんおいでいただいて、石見神楽もっと有名になっていけばなと思ってますね。主催したグランスケープ三瓶は今回のイベントを検証し、来年度以降の開催や国内外の需要を掘り起こしにつなげていきたいとしています。